お疲れ様です。 KT です。今日は5月の26日ということで、こちら25日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、というわけで本日は試合終わった後にですね、ちょっと私、お酒の席といいますかね、お酒を飲みに行ってしまいまして、時刻は現在、夜中の1時ということで、日付も変わってしまったんですけども、遅くなってしまって申し訳ございません。はい、というわけで5月の25日の広島カープ対横浜 DeNA ベイスターズの、試合についてですね、振り返っていきたいと思います。試合の方は9対6で、広島カープの勝利ということで、延長12回。もうあわや引き分け、もはや引き分けというところで、なんとね、12回に3点を取って勝利するということで、非常に、意味のある勝利になったんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今日はですね、細かいところを振り返っていかずにですね、ざっくりね、試合の方を振り返っていきたいと思います。まずね、黒原投手、プロ入り初勝利おめでとうございます。で、それから川野投手もね、プロ入り初セーブということで、本当にいい勝利になったんじゃないかなというふうに思います。で、新聞の記事なんか見ていくとね、開幕2戦目の危険球退場と、同球場で四球も切り替えて無失点投球というような記事が出ております。はい、ということでね、早速振り返っていきます。まずはね、初回、突撃、秋山ということで、二塁打、そして野間さんが新塁打を打って、前進守備の間を抜く菊池選手のタイムリーで、いきなり先制点を奪うということで、非常にね、いい形で先制を奪えたと思います。そして菊池選手ね、すかさず、盗塁ということで決めたんですけども、まあその後ね、小園選手、末金選手と、これ小包というふうにね、コンビの名前になってるんですかね。はい、ということで、凡退ということで、まあ1点止まりとなっております。はい、そしてその裏、玉村投手ね、課題の、立ち上がりというところではあったんですけども、しっかりね、三者凡退に抑えて、しかもオースティン選手に対しては、直球でね、押し込むというところもあったんでね、非常に素晴らしい立ち上がりだったんじゃないかなというふうに思います。はい、そして2回に入りまして、矢野選手、またヒットを打って打率の方をね、まあ、この時点では2割5分3厘というふうに上げて、試合終わってみれば、いくつになったのかな、矢野選手の打率はですね、2割6分3厘まで上がってね、今日猛打賞か。はい、ということで、矢野選手も頑張っております。はい、そしてその後ね、林選手がフォアボールで1塁2塁というところでね、玉村選手バントかなと思ったところ、矢野選手がね、もうサイレント盗塁ということで、ね、相手の隙を突く盗塁素晴らしかったと思います。はい、そして盗塁が生きた形になりまして、玉村投手の、サードゴロの間にですね、矢野選手がホームインして、1点を追加ということで2対0で、本当にね、カープにとって有利な展開になったと思うんですが、その後ね、ちょっと取られてしまう。で、その後ね、玉村投手が打ち取られた後、秋山さんもね、本当は初球から打ちたいところなんですけども、玉村投手に気を使ってですね、2ストライクまでしっかり待って、打ちに行くというところで、まあそこはね、得点には至らなかったんですけども、秋山選手の、気遣いというのを感じる打席だったと思います。はい、そしてその裏はですね、筒香さん、宮崎さん、連打でいきなりね、一塁三塁というピンチを招いた。さらにはデッドボールというところで、ノーアウト満塁かなというピンチを招いて、タイムリーヒット、それから押し出しという、押し出しのね、あのストライクゾーンはなんかね、ストライク上がってもいいところでしたし、他ね、もっとボールっぽい球でもストライク上がったりということで、今日はね、ちょっと可変式な、ストライクゾーンというところで、まあ、ピッチャーもバッターも苦労したところはあるんですけども、まあ、押し出しというふうになってしまってね、ちょっと残念でした。で、さらにピッチャーの中川さんにもヒットを打たれということで、海老名さんにも、まあ、コースヒットではあるんですけども、ヒットを打たれということで、さらにオースティン選手にもヒットを打たれということで、一挙ね、この回に、5点をバレということで、2対5の、逆転ということでね、今日は苦しい展開になるのかなというところでした。で、さらに、まあ、9人目、打者一巡の9人目になるところで、佐野さんから三振を奪って、さらに次の筒香さんね、ピッチャーの頭を越えるところ、グローブかすめたのかな、あれ。で、ちょっと難しい当たりにはなったんですけど、矢野さんがね、しっかり攻守で、筒香選手をゲッツーという形で打ち取っております。で、さらに3回に入ってね、先頭野間さんヒットで出塁し、菊池、その後ね、まあ、ノーアウトのランナー出たんですけども、逆転された後だったんでね、1点でも返しておきたいというところで、菊池選手、それから末金選手、小園選手と凡退で終わっております。
はい、そしてその裏小園選手エラーなども絡むんですけども無失点で切り抜けまして4回2アウトからここのね1点大きかったですよね。2アウトから林選手、それから、宇草選手のね連打で1点を返すということでね、こういうふうに1点ずつねじっくりじっくり返していくところは大きかったかなというふうに思います。連続ツーベースということになっています。そしてその裏ねケメの投手に変わったんですけども、2アウトから連続フォアボールを出してねピンチを招くも、しっかりね無失点で切り抜けております。はい、そして5回に入りましたね。ツーアウトからここもね小園選手末金選手の連打単打単打でいったんですけども、坂倉選手の同点二塁打ということで追いついております。坂倉選手ね、昨日ちょっと苦労したところはあるんですけど、今日はねもう決勝打含む、活躍ということで良かったと思います。はい、そしてその裏ですね、追いついた後というところでね、中崎投手の経験を生かして、なんとか無失点で切り抜けてね、カープの方に流れを持ってきていただきたいところ、1点取られてしまったと、宮崎選手、伊藤選手に打たれて、1点ね、勝ち越されてしまうという形になってしまいました。はい、そしてその後6回で、秋山選手技ありのヒットあるも無得点に終わりまして、その裏、森選手のヒット、まあ、林選手がね、うまくね、さばいてほしかったんですが、まあ、ミスではないんですけども、ああいうね、当たりをさばいてくれると、さらに、ファーストのね、守備の信頼というのはあるのかなというところで、そのままね、森投手が盗塁を仕掛けます。で、結構緩いカーブだったんで、もう坂倉選手ね、もう投げても間に合わないというタイミングだったんで、投げなくてもよかったのに、無理やり投げて暴投になって、三塁まで進塁させるというところになってね、もう本当にすごいピンチになってしまったんですけども、森浦投手かな、スリーボールからしっかりね、佐野選手をセカンドゴロに打ち取って前進守備ということで、ホーム生還許さずに、さらに、次の筒香選手からね、三振。あのね、最後のフィニッシュ良かったですね、チェンジアップ、左バッターに食い込んでいきながら落ちていくというチェンジアップで筒香選手を打ち取っております。はい、そしてラッキーセブンは両チームともね、三者凡退ということになりまして、8回ですね、2アウトから、代打石原選手、2ストライクからね、そこからまたカウントを整えまして、打った瞬間ね、フラフラーと上がってどうなのかな、ファールなのかな、レフトフライなのかなと思ったらレフトスタンドに飛び込むということで素晴らしいホームラン、ありがとうございます。このままね、キャッチャーに入っていただいてもいいのかなというところではあったんですけども、まあ代打で終わりというふうになりまして、その裏島内投手がね、しっかり無失点で打ち取るということで、まあ9回にね、いい流れで、来たのかなという感じはしたんですけども、しかもいい打順、9回は誰からの打順だったかな、9回は、菊池選手から3番からの打順ということでね、勝ち越しも期待できたんですけども、まあ、無得点に終わるということで、その裏、栗林投手ですね、次の登板が、セーブを上げればですね、日本記録100セーブ最短というところではあったんですけども、まあ、それよりもねやっぱりチームの勝利が優先ということでセーブがつかない場面で登板してくれました。はい、まあ考え方によってはねビジターでの試合なんで、勝ち越してからの登板でセーブを上げるというところもあったんですけども、まあ、9回にね、まあ、ちょっとね相手の打順も嫌なところではあったというところで、登板してくれました。はい、そしてワンアウト一塁二塁というピンチを、招いてですね、相手のバッター誰だったかな、9回の裏ですね、大和選手が、捉えた当たりがねレフトの後方を襲うんですけども、末金選手がしっかりキャッチしてくれてということで良かったというふうに思います。末金選手ね最近守備の安定感も出てきております。まあ、栗林投手もね、まあ、そんな困難もありながらちょっと不調かなという感じはしたんですけども、よくね、無失点で抑えてくれました。はい、そして10回に入って矢野選手、気迫の悩んだヘッスラ見せてくれました。で、林選手ね、そのまま打たせてもいいのかなというふうに思ったんですけども、あえて二股選手に変えたんですけども、ゲッツーに打ち取られるということで、ちょっとね残念な攻撃と言いますか、二股選手にとっては、課題の残る打席になったんじゃないかなというふうに思います。まあ、お父さんからしたらね、ひょっとしたら、小僧何やっとんじゃというようなね、ちょっとお叱りがねあったかもしれないんですけども、ゲッツーということになっております。で、ネクストね松山選手構えていたんですけども、まあ、そこで松山選手ねランナー二塁に起こって松山選手に、代打というくらいにするならば、林選手をねそのまま打席に立たせても、よかったんじゃないかなという思うところはありました。今日もねツーベースヒット1本ね、打っております。はい、そしてその裏ですね、10回の裏もですね、バントゲッツーのやり返しということで、カープの方もゲッツーね、切り抜けております。ここは誰だったかな、相手バッターは、
林選手がね、キャッチャー前にバントをして、坂倉選手がセカンドに投げて、ゲッツを完成するというような、バントの必殺のやり返しというのがありました。はい、そして11回ですね、ツーアウトから野間選手出塁して、ハツキ選手に、代わってですね、もうここはね、バラバラでも行ってくれというようなところですね、仮に盗塁アウトになってもね、次の回菊池選手からスタートということなんで、盗塁決まれば菊池選手の、タイムに期待できるというところでね、ハツキ選手初球からしっかり走って、セーフになるということで、盗塁成功となっております。はい、そして菊池選手もね、内野安打狙ったんですけども、ヘスラ、かなわず、アウトとなりまして、まあ、この回もね、得点はならずということになりました。はい、そしてその裏、黒原投手ね、無失点で、まあ、いろいろね、ちょっとデッドボールとかありながらも、無失点で切り抜けて、結果的には初勝利を挙げるということになっております。はい、そして12回、ここぞの小園ということで、先頭ね、しっかりツーベース、チャンスメイクをしてくれまして、末金選手、ここもね、バントじゃなくても、仮にね、1点だけの勝ち越しですと、次の回、まあ、河野投手が登板ということで、1点のちょっと怖いな、もう末金選手でね、一気に畳みかけようというところでバント、なかなか決まらずに、進塁打にもならずに、小園選手、セカンド釘付けになったんですけども、今日はね、坂倉選手がチームを救うということで、ライトオーバーのツーベースで、小園選手を返して勝ち越しとなりました。で、さらに矢野選手が続き、先ほどバントを失敗しました、二俣選手もね、お名天井のヒットでさらに2点を追加して、素晴らしい攻撃となったと思います。二俣選手もね、もうただでは起き上がらないということですごいいい表情をしておりましたね。絶対打つんだと。で、打った後も気合が入りまくっていいということで良かったと思います。で、秋山選手のホームランね、あれ間違いなくフェアだと、観客 の反応とかね、秋山選手の反応を見ておりますと、フェアゾーンでホームランになったとは思うんですけども、ちょっとね、新井監督またもやってしまいました。リクエストが遅れてということで、まあ、去年だったかな、相澤選手がちょっとブロックぶつかって、リクエストね、遅れたというところもあったんですけども、今日もちょっと遅れてしまってね、秋山選手も、入ってこのにというような表情が印象的でした。はい、そしてその裏、川野投手にね、変わって、まあ、3点かな、あるから十分だろうというところですけどね、やっぱりね、緊張する場面で、しっかり抑えてくれて、川野投手ありがとうございましたということで、本日は9対6で勝利となっております。まあ、これでね、2つ勝ったんで、明日負けてもいいというわけではないんですけども、しっかりね、勝ち切りたいなというふうに思いますんで、皆さん明日もよろしくお願いします。はい、というわけで、酔っ払い KT は今日はね、これで以上でさせていただきたいなというふうに思いますんで、皆さん、今日の2連勝、やっちゃおうやということで終わります。ありがとうございました。失礼します。